最後皆さん感想とパート2に向けてどこを整理するべきかっていうところも、そこに、2つ でまとめましょう。感想をまとめ、それから、パート2にはやるにあたり何が必要でしょうか。助けてください、僕も。答えができた方からお願いします。これ永遠に答え使う。パート2に向けてのアドバイスを今言わなきゃいけないんですか。パート2に向けて、例えば、一つね、あってたのが、褒めるっていう言葉の定義の整理はちょっと次回までにしとこうだったりとか。ああ、なるほど。いや、このまま2回目やってもね、なんで、ちょっとここはちょっと整理しておいた方がいいよねっていう、パート2に向けた課題ですね。難しいですね。一つはそうですね、そこの、褒めるってことの、定義なり、その範囲なり、あと分類。あとね、僕がちょっと気になるのは、日本のスポーツ界は、やはり褒めていないのか。ですかね。世界に比べてみたいな話して知らすとちょっとキリがないかもしれないですけど、これそこは褒めていいんじゃないのっていうところも、褒めてないのかどうかっていうのは結構気になるんですけどね。多分元康さん聞いてはいはると思うので、なんかやっぱりそういったチームスポーツずっと見てきはって、どんな感覚でいらっしゃるのかとか、次回また伺えたら面白いなとかは思いますけどね。元康さん、聞き戦ってことでしたけど、いけますかね。次回で大丈夫ですよ。そう。ちなみに、海外の、直子さん、海外のコーチ、指導を受けてましたよね。自分らしくてね、ねえ、思った。海外のコーチはどうでしたか？でも、そうですね。まず第一声目は、なんかアドバイスされるとしたら、第一声目は、なおちゃんよくやったって言われます。で、その後に、いろんな課題とか、どんなことが良くて、どんなことが良くなかったのか、こんなことしたらいいよっていうようなことを具体的に言ってきました。もうちょっと考えてね、みたいな。そこなんですね。と同時にさ、そこで、そのコーチとの、コミュニケーションの中で、自分自身の、ここ良かったね、みたいな、自分で自分をちょっと評価できるところが気づけたスイッチってあったりしました？だから、やっぱり、コーチから求められてることと、やっぱ自分ができたことが、とあとその褒められポイントがやっぱ一致してるとき、一致したときはやっぱり、よかったんだなっていう、それがやっぱ気づきポイントになるっていうか、一歩前進するポイントになるのかな。ありがとうございます。まとめから僕が遠ざけちゃいました。すいません。なんか今のついでみたいなんですけど、やっぱり英語とかって、その、評価するというか、ポジティブな表現ってたくさんあるじゃないですか。さっき有料化って言いましたけど、じゃあ日本語で5段階ぐらいやれるかって言ったら、多分ちょっと難しいと思うんですよね。でも今ちょっと考えてただけでも、例えば、かから始めていくと、1から始めるとね、OK、Good、グレート、エクセレント、マーベラスぐらい、5段階ぐらいパッと言えるな、みたいな気がしたんですよね。そういった、なんか、ありがとうございます。順番を追ってるかどうかわかりませんけど、そういう、なんか、
言語とか文化の違いっていうのは大いになんか褒め文化に影響を及ぼしてるんじゃないかと思うんですよね。そう考えると日本の褒め言葉ってどれぐらいあったっけなみたいな、なんかね、語彙が少ないような気がするんですよね。うん、